ハロー、池田ですうー、プあの、先月ぐらいに、あの、定額給付金、あの、前に10万円配ったやつですよね。あれの追加で、5万円配ろうかなっていうことで、あの、ツイッターでは、あの15万円でちょっとお祭りみたいな感じでになってて、僕も、これでいっぱいまたつぶやいたら、あの、 そういういのが実現するかもしれないと思ってちょっとつぶやいたりしたんですけどまあその話がなんか知らん間に流れていると思ったらまたあの今日の,あの毎日新聞のウェブサイトの記事ですよね。で年内に定額給付5万円で疲弊した生活を救うっていう記事があるんですけどなんか自民党有志で「形成罪民 政策研究会で国民一人当たり5万円の給付金でなんというかその財源もちゃんとありますよっていう話なんですよねあの10万円の時に13兆円かかって現在残っている予備費が7兆円あるんですよね前回10万円配るのに13兆円かかったんですけどなので5万円だとそのまあ半分ですよね 7兆円ででで対応できるっていうことなんですよねしかも前回10万円配ってるのでもうみんなのその何て言うんですかね振り込み先とかちゃんとあの分かってると思うのでもう操作するだけだと思うんですよね。振り込みましたっていうだから簡単だと思うんですよね。だから年内にこれが振り込んでくれるってなるとすごくありがたいですよね。今月はそのの京都の観光 業界的なところで僕はあのバイトしているのでちょっと11月のやっと後半あたりからあの元元通りではないんですけどちょっとお客さん戻ってき,きたなっていう感じなんですよね先月とかもまだまだあの普段のあの時と比べたら全然だったんですよね9月なんかも全然なんですよねだからなんというかその 給料もやっぱり全然少ないのでこれもこれがもらえるならすすごくありがたいですよねだからこんな何て言うんですかねそのにわせるだけじゃなくてやるんやったらちゃんとやってほしいですよね。そのなんと言うか菅さんがどう言ってるのかわからないですけどもう麻生さんは全然やる気なさそうというかその10万円給付したけどみんな使わへんかったら貯金に回ったじゃないかとか言ってるんですけど当たり前やんけと思ってその。 な,な,な,んなんて言うんですかねその全然お金に困ってない人は10万円その来たとしてもなんか使うかもしれないんですけど普通にあのなんて言うんですかね細々と暮らしている人からしたら10万円来ても次何があるかわからないので貯金しとくに決まってるやないかっていう話なんですよね。何が悪いいいねっててううそそののなんてうかこれでその貯金した分 を崩さずにこのコロナの状況がこう回復改善していって使えるようになってきたら徐々に使うようになったりもするんじゃないんですかね。だからやっぱりこの際そのあの何ていうか五万円をそのまああの竹中平蔵さんが言っているように竹中平蔵さんは七万円を毎毎月配るベーシックインカムの話してましたけどまあ五万円でもいいので。 毎月配っっってててやみたらららいいいんんでですすすよよねね回しか配らないっていうか配配なう貯金するんですよ、ね、毎月配りますよちょっと10万円はちょっと多いので5万円毎月配りますよって言ったら12ヶ月は貯金するかもしれないんですけどしばらくしたらみんな使うようになると思うんですよねちょっと5万円入ってきてるしちょっといいもん買おうかなとかちょっといいご飯食べに行こっかとか。 まあこの冬になってちょっとまた第3波みたいなになってきて飲食とかがなかなか行きづらくなるかもしれないんですけど5万円配るならもうどうせなら毎月「お願いします」ぷっていう話でした以上「ゲ術をぶォーブ